今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。吊り橋を渡るときしょうパラシュート。お題、保険。まここちゃん。主に似てちるい性格。マイスマホ。お題、ちるい。花うららさん。最終に慌ててのせる鈍い彼。お題、匂わせ。ヒーロー。三兄弟、みんなのんきなちるどれん。お題、ちるい。まここちゃん。焼け酒を準備してから告白し。お題、保険。ともこ1967。太ったよ、会う前に言っとく給油。お題、保険。ともこ1967。念のため語尾につけとく、知らんけど。お題、保険。まここちゃん。孫がくす期待し LINE わざと誤字。お題、漏れてる。コスモスパンダさん。自信ない、知識に足しとく、諸説あり。お題、保険。ヨミーさん。微風でも天候不順にして中止。お題、漏れてる。コルクさん。旅行には一応持参、勝負パンツ。お題、保険。ローズ桜子さん。3人に本命と言い渡すチョコ。お題、保険。テラリュウさん。酒じゃなく胃薬飲んで一休み。お題、チルイ。チャーリーさん。レモンかけうまくなるとは限らない。お題、リスル。十字野郎さん。休みたい言ってたやつが咳しだす。お題、匂わせ。ケンさん。人生の楽しみ見つけた途中下車。お題、ちるい。ごまめさん。疲れてる体にご褒美マッサージ。お題、ちるい。アキソルさん。スピッツをかければ猫が聞きに来て。お題、ちるい。島風ヒューガさん。大げさにいちいちうなずく美術館。お題、漏れてる。ケンさん。ジャージよく似合ってますねと言われても。お題、ジャージ。アキソルさん。家のローン生きてるうちに払えるか。お題、住宅。アキソルさん。